はい、皆さんお疲れ様です今回はあの明日からね実はあのうちはお盆休みに入らしてもらうんですよ。で今年のですねお盆休みあまあ世間の言うお盆休みっていうのはずっと雨続きでしてでその、うん、世間の皆さんがお休みの時にうちは営業するって方針ですからね、えー、ですからうちはあの世間で言うお盆休みの時にずっと営業してたんですけど雨続きで。 <laughs> 暇になっちゃって <laughs>。だから、暇なうちにあれくらい片付けやってたんですけど、今日はですね、えっと、8月15日です。えで、日曜日なんですけど、また雨降っちゃって、暇になっちゃって、で、動画でも作るか、みたいなね。あの、で、明日から休暇に入っちゃうんで、しばらく動画もアップできないから、せめて、最後の1本あげとくか、みたいなね。そんな感じ。そんな感じで、とりあえず、ん、ちょっと皆さんにお話しと,しといた方がよか、いいかな、みたいなの ををままととめててここうガバッとこのお話をしていきますえー、っとねで何やろうかな何やろうかなってあの最近ジタバタやってまあそこそこ成果出てぜみたいなことからいきましょうかあの <laughs> しつこくやってるこのボルト1700ですけどもなんかここに穴開いてるじゃないこれこれな何やったかっていうと結局ね こう圧力かかってめくれてきちゃうのね速度を上げるとで穴開けたら抜けてっていいかなとか思って穴開けてみたのよそうしたらうん <laughs> まあ効果があったかどうかがよくわかんないんだよねでど,どの辺に穴開ければいいのかもわかんないしで穴を開けてからさ高速出してで 周りがだあ安全だなって確認できたらこ,こうシャーッとしんなくてこう手当ててみりゃどう流れてるかっていうのがこう分かるかなと思ったら全然ダメでそりゃそうだよねこう風が流れてるんだからさ全然分かんなくてまあこれは分かんないんだけど穴の効果はね。でもう一個やったのがねこのブラケットがつくこ,ここの金,金具といいますかまあプラスチックなんだけどこれをねずらしました前の方にで。ノーマルだと これつけててねスピード上げてるとここどんなにがっちり止めてもねこう下がってきちゃうのねだから前前に重心があるんですよでそれってのはこれがあるないの話じゃなくてこれをつける前からいつもねこう下がってきちゃったのいろんな手を使って固定しようと思ったんだけどうまくいかなくて、えー、で一番の原因は何なのかっていうとバランスが悪いんだよねでバランスが悪くてこう,こうやると常時こっちが重いわけよ。 重い,重いもんだからじゃあこの取り付け位置を前にずらそうとでずらそうと思ってもねパッとはいかないわけですよいかなくてどうしたかっていうと、えー、以前ですねボール板をメーリングマシンっぽく使うぜみたいな動画アップしましたけどあれで使ったあのメーリング用の,あの刃とかを使って、えー、これを加工したんですよ適当にこうくぼみを作ってこれにパッ,パッと収まるようにしてでネジの位置をずらして 9mm ずらすといけるという読みだったんでこれ 9mm ずらしてあるんですね前の方に。前にずらしてで少し角度を下につけてこうつけるとどンピシャでバランスが取れるというのが分かってたんでそれやったんですよ。で元からついたらあのボルトのところをこう固定してで他のところはどういうふうに強度を出したかっていうとねえ普通のボンドを使って固定すればいけるかなと思ってやったんですよ。 でバッチリ出来上がって3日で壊れた <laughs> あのボンドだけじゃダメでしょうがないからもう一個ねここボルトつけたんですよでボルトつけるにあたってどうしたかっていうとあのこいつに穴を開けてネジ山を立てましたこれでねあの元からのはここ,この黒いこ,これなのよこれなのよ 黒いボルトのところ、これが元から付いている穴の位置ね。で、こっちのあの真鍮色のやつの方に穴を開けてネジ山を切ってでボルト2箇所で止めるようにして。っていう風にやりましたで。<laughs> なんでこんな風にジタバタジタバタやってるのかっていうとこう。ジタバタあのお客さんのからの注文でこういうのを受けるのって私やらないんですよ。で、うまくいくかどうかもわかんねえし。 あの全然何て言うんだろうな発注した側からしても割に合うとは思わないのねうちはあの時間で料金もらってますんでうんだけどまあわ私はこういうのは自分の研究用としてあとはれ練習と言いますかねそういうんでやってるんですけどねでこれ,これで2箇所がっつり止めて固定したらこ,これでやっとばっちりになっただこうやって私延々やってるでしょお同じ一個のものもを ああーでもないこうでもないって自分が納得するまでいじり続けるんですよ。でいじり続けるって言ったっていじるにはですねさっきも言った通りボール板なんだけどミーリングマシンっぽく使えるようにしたやつとかなんだかんだいっぱいいろいろんな要素が積み重なってやっとこういう加工ができるんですよね。でここういううういいプラスチックのの板をただこう曲げてててくっっつけてっていうのも まあ、ああの、分かってる人からすると簡単は簡単じゃないで、これ、これ私どこで覚えたかっていうと、サラリーマンの頃、あの、デザイン会社にいた頃にえ、トースターにプラバン入れて、軽くチンして、シュッと出して、型にペッってやるっていうのはね、これデザイン会社したいんで覚えたの <laughs>。というふうにね、あの、今までの積み重ねがずっとあって、で、これやっとこれができてるわけね。ちょっとやそっとじゃできない。ちょっと、あのね、 キャットアイのライトをね。持ってる人はね。ここ燃えてみてください。これ共通だからこう。萌えで 9mm 前にずらすっていうのが、どういう加工をすればいいかな？っていうのをこう。1回外して見てみるといいと思いますよ。パッとはいかない。だから、あのうちみたいな、うん、機械。 機械というかな工具があればできるんだけどこ工具とあと経験があればねこ,これだってプラスチックですから下手にやると割れちゃったりとかあと穴を開けすぎちゃったりとかなんだかんだいっちゃうんですよそれで強度落っこっちゃってああみたいなことになっちゃうんだけど、うん、だからいろいろ積み重ねていくと面白いものができる面白いものって言いますかねあのこういうのってね敷地を超えなきゃダメなんですよ。っっててなのかっていうと えと結果を出すにはねある程度のとこまでいかないと結果っていうのが出ないわけ努力を少しだけやってると結果に全くつながんないわけですよお金と時間が出ていっちゃうばっかりで結果が全く出ないである程度のとこまで行くといきなり結果が出だすわけだからそれを敷地って言うんですけど敷、ね、地っていうのはもともと医学用語って言いますかね薬をどんだけ投与すると効果が現れるみたいなことで使われた用語なんだそうですけど。 こ,こういうのを改造するにしたってやっぱり敷地っていう考え方が、えー、必要ですねとあとはねこれはねバッテリーがこうもげるのねで私はえっ、ー、と前,前々回かなんかの動画でも言ってましたけど土砂降りでも走るんですよで土砂降りの時これどうなのかっていうとえー、っとね他のお客さんはこれ壊れちゃってるみたいなので何で私の壊れないのかっていうと私は このつなぐ部分、まあ、ここにシールの、えー、これは何だろうなな,なんかこうシールがついてんだけどこの辺りに薄くシリコングリスを塗ってありますでこのシリコングリスを、えー、よろしくあのまあきれいにクリーニングしてね綺麗にクリーニングしてからシリコングリスを塗っていくっていうのは何で覚えたかっていうとダイビング <laughs> あのダイビングで潜る時にとダイビ カメラを水中ハウジングに入れるでしょ水中ハウジングのシールのところは全部ね、えー、シリコングリスを塗るんですよ。だから、それで覚えたのがここでも役に立ってると。だから、いろんなことを積み重ねていかないと、一個の結果が出ないんだよねっていう、そういうお話。えー、次はですね、こいつね。で、こいつが、 うーんとねまだいろいろ試験を続けてるんですけどもこれこれはねあ新たに何をやったのかっていうとえー、っとねここが星の157ミリってあるでしょこれあのでこここ赤い赤い線が星の2ミリなんですよでこの 1 5 7ミリっていうあの蛍光グリーンのボツボツのところは、えっと、1 5 7ミリのスポークねで赤い点々はこれ3 0 0ミリのスポークだから長さが違うんですよ。1 5 7ミリだから300ミリの約半分でしょこのくらいのスポークでこの表を作ってでさらにその半分ぐらいのスポークだとどんだけ違うかっていうのをこうやってみてるの。 まあだいいた5パーぐらいです、ね、5パーぐらいずれる5パーぐらいあの読みが、えー、メーターの読み値が大きく出ますねだからあ,あれですよあの300ミリと、えー、290ミリとかそのくらいだと、まあ、誤差はゼロと言っていいですねだからこの,このくらい大きくスポーク調を変えない限りはまああんまり気にしなくていいんでスポーク調っていうのは。 というのがこれからわかる。あの今回極端にやってみてどんだけ誤差が出るか誤、誤差って言いますかね、読みの値がどんだけずれるかっていうのをやってみました。そうすると、えー、スポークを約半分ぐらいにすると5%ぐらいずれるんだなっていうのが、えー、読めてきた。でね、あとはさあの <laughs> よく分かったのは短いスポークってだからこんなこんな 157mm っていうとこんなスポークじゃない。 こんなスポークって何の時に使うのかっていうとショーケーシャじゃないでシ継ー,ケーシャに使うのに何がフレ取りとかで変わるのかっていうとニップルを回すす角度が全く違いま、ね、3 0 0ミリとかのこ,こういうスポークでやった時とこういうスポークでやった時で、えー、ニップルの回転数がまるで違うで今回これで表を作ってる時にもねどん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 こう、えー、引っ張っていくわけじゃないですかメーターのメーター側を。 そうすると、ちょっとやっただけで短いスポークってちょっとやっただけで値がぐーとかこう変わってくのね。うん、だからそんだけこうスポークが伸びるところが短い短いから、ちょっとひねっただけでもすぐにあのテンションが変わってくるという。うん、なるほどみたいなね。うん、当たり前当たり前なんだけど、実際自分であれこれ経験してみると、うーんみたいなね、うんうん納得だみたいな。 それと、えー、バテットとバテットじゃないやつでこれはここはね星の1 8ミリのプレーンあの1 8ミリプレーンのやつですね。でこの真上にてあの緑色の点々がつ,ついてますけどこれは星の 2ミリと1 8ミリのバテットです。でバテットでどんだけずれるかこれ同じ3 0 0ミリなんですけど、えー、ずれはかい皆,無皆無ですね。だからバテットとプレーンは同じ <laughs> というのがまあこうやって実験をやってみてもよくわかると。うん、だからなんとなくあれこれでいいのかなとかって。 いいんだよなきっとな」とか思っていたのが「あこれで自分で正しいんだな」っていうのが納得できたというか確認できたというか確信を持てたというか自信を持ってこうお客さんに「こうだよ」って言えるようになってよかったなみたいなね、うん、だってこれやったからってじゃあ直ちに売り上げにつながるのか直ちに儲けにつながるのかっていうとつながんないわけじゃない。 つな、うんまあ、がらないわけだけども、うん、自信を持ってお客さんにこうですって言えるようになったそれから、えー、皆さんにこうやって、ね、ネット上で、えー、こういうデータ出たよっていうのを発表できるで発表することによって皆さんがこれを知ってあこうなのかっていうのが分かってもらえると、うん、だからあの直接的には私に利益はないでも間接的に回り回って、えー、利益になると、うん、この繰り返しをやっていくぞと。 やるぞとということですそれからあの竜星号がですねあのスタンドがいかれちゃって今回ねスタンドを変えたのよでスタンドがさあの両,両立のこういうスタンドなんだけど畳むと左側のチェーンステーンにピタッとこうピタッピタッまでいかないんだけどこうくっつくってやつなんだけど、えー、なんかね もう10年ぐらい使ったからいい加減こう2本がねピタッといくのこうこういくやつがねなんかこれがこうなっちゃってクランクとかスポークとかにかすかに当たるようにあの当たんないようにチューニングしてあるのよチュ,チューニングしてあるんだけど、えー、ダンシングなんかやるとカチカチとか当たっちゃうようになっちゃってでもしょうがないもうこれ寿命だなと思ってスタンドを変えたのよ。 こうしたら新しいスタンド、新しいスタンドがあまりにもピタッとこう真っ直ぐなんでびっくりして、わみたいな。<laughs> 10年も使うとこんなガタガタか、みたいな。じゃあ写真見てみましょう。ドンねこんな、<laughs> こんななんだよ。すごい、すごいことになっちゃってんな、もう,うん。だけどこれをやって、まあもう、もうドンピシャ、ドンピシャですね。で、また10年ぐらいを持つんだとあの思いますけどね。それと、 段差なんかをドンと行った時にもね古い方はバネがへたってきちゃっててあのスタンドがバンバンとか言ってたのねバ,バンバンバンまで行かないんだけどとにかく音がしてたんですよ。で新しいのに変えたら何にも言わなくなってうんこりゃ快適だみたいな。<laughs> あとですねこれ,これは数日前にツイートしたやつなんですけどえっ、ー、と7八のペダルにですね R9100 のペダルのシャフトを入れられそうだなっていうのを発見してでこの間から私この間じゃない23ヶ月前からプラス4ミリシャフトのデュラを試すぜってこうやってんですけどアマンダでもそれやってんのねでアマンダに9100のペダルつけるとねやっぱりかっこ悪いんですよ時代がこうあまりに離れすぎちゃっててで7800だとペダルが全体にアルミですから。 うん、そ,それいいなみたいないいなななみたたって思ってたんだけどシャフトを長いタイプができねえなと思ってたんだけど9100のシャフトがなんか合いそうだなって言ってつけてみたらちゃんとついた <laughs>、うん、つきましたで今はね、えー、7800のペダルに、うん、9100のシャフトプラス 4, 4ミリのやつねを使ってそれで、えー、と運用してます運用しててなんかあのいい感じしますけどね でね私ね結構ねこう,こうペダル踏んでて右のペダルがえっとえペ,ペダルがっていうかね右の足を割と栗とかかとを入れ気味なんですよ入れ気味であ,あんまり入れちゃうと今度はクランクとこうすっちゃうじゃないだから 4mm プラスしてくれるとここが空いてここがすらなくなってい,いい具合になりましたね。 うん、で、まあまあ今それ,で試験中ですあそれとねさっき言ったこのこれさバランス取んのにここの部分を前に出したつってたじゃない前に出すことによって、えー、こう落ちるのを防ぐつってたじゃないでそれをやる前にね実はウェイトをつけてっててっっのもやってますここにこうこう重しをつけて <laughs> こっち行かないようにだからこうバランス取れるようにってやったんだけどダメだったねこれはね何 g つけたかっていうと。 25g 25ここにつけて運用したんだけどやっぱダメ <laughs> で 25g つけるといい加減重いじゃない、うん、というふうにねいろいろやってるんですよだからこういうのもさ花からさ使う人の都合である程度こう前後に簡単にずらせるようにしてもらえるとそういう設計にしてもらえると いいんですけどね、うん、こ,うこういう重いライトはね重いライトはどうしてもこうずれやすいですよでこれが軽ければいいんですけど重いとどうしてもあの振動とかでね時速40とか出すとねもうこ,これこんな揺れてるわけやこんなん揺れててたまになんかくぼみなんかあるとそれこそダーンとかなっちゃうからこ,こういっちゃうんだよねうんなんですよだからあのメーカーはそこまでの想定をしてないのを。 かもしれないですけどねさてあそれとねこの間なんかコメントであったけどこれあの「証券者の時に着てたやつ」っていうコメントがあり,ありましたけどうんそうです <laughs> これはユニクロね今から1015年ぐらい前に買ったやつじゃないのかなというふうに私はむやみにものの。 物の持ちがい,いですこ,これが15年ぐらい前のユニクロでしょでこれなんか見てくださいこれ,これここにこうあるけど96年レガシー宮田カップってあるじゃないだから96年ってことは今からこれ25年前のポルシャツですよ。でしばしば動画で私これ着てるでしょだからと,というふうにね年がらにし私これ使ってるんですよ。それでいて25年持ってる。でこう <laughs> レガシー宮田カップってこれ何なのかって,言ってでこう上にスタッフってあるじゃない。 なんでスタッフってなってるのかっていうとこのレガシー宮田カップで私はあの船頭、えー、バイクの役員をやってたんですよその時 <laughs> それでもらったシャツねでそれを今でも着てるでこれもこれも使ってるでこ,こいつはもう1五年十6年前のカメラかなと,というふうにですね やたらめったら私は持ちがいいわけですよ持ちがいいし持ちがいいようにこう運用してるしねこれも何年使ったかな何年使ったか分かんないんだけどだからこれからも使うぜっていう気でいるのね気に入らないところがあってもなんとか改善して使うぜっていうふうにやってんのよで昨日からですねこの店にあるです、ね、電子レンジ、まあ、安物の1枚いくらだかのあの短、ー、機能の電子レンジがあるんですけどそれがうんともすんとも言わなくなっちゃって。 1> で1万いくらのやつだからまあ常識的に言うとそれはポイしちゃってまた安い1万いくらのあの無名メーカー品からんか買ってきちゃえばいいわけじゃない。で私はどうするのかっていうと中開ける。<laughs> 皆さんやっちゃダメですよ危ないですからね電化製品中開けるってのは、あのはコンセント抜きゃいいだろうって思ってたらね電化製品ってそういうもんじゃないです中あのあのコンセント抜いて中開けてもあのコンセント抜いてあってもこう下手に触ると感電したりしますからね電化が溜まってるやつとかがあるからやっちゃダメですからねで私はもともと専門が電気ですんであの大学も電工科出てますしあとはね 電気工事紙免許も持ってますあの電気工事紙免許はあの屋内配線なんで、えー、家電とは世界が違うんですけどいずれにせよ電気のことが分かってて初めてこう開けてます。で開けてみたらどうなってたかっていうと、うん、開けたらね電源のところからすぐ入ったところにねヒューズがありました昔ながらのこのガラスのタイプのヒューズね。でこれ切れてたんでテスター当てたら切れてるんでこいつを ええと、ヨドバシに発注してお盆が開けたら付けようなと思ってます。多分動くあの他のところ何も異常がなさそうなんで、多分動きますね。で、えー、開けてえー、っとなんかわかんのかっていうと、あの私電子レンジの専門でも何でもないですから知らないんですけど、だいたいああいうのはね。動かなくなったらどっか配線がおかしいとか、えー、どっか焦げてるとか。うん、匂い嗅ぐとなんか匂いするとか何かあるんですよ。 なんかあってそれでも分かんなかったらその時はあの物が安いから諦めちゃうんですけどね、うん、修理頼んでもねおそらく修理もできないと思うなんでかっていうと古いのよ1十五5年ぐらい前の <laughs> もう何でもかんでも古いんだよだから修理するう々んっていう次元の製品じゃないんですよだけど私はこれ もうヨドバシで発注したんですけど発注したらねこれが3個セットかなんかだからまずは1個つけてみてコンセント入れてみてでそれでパチンと飛んだらどっかがショートしてるかなんかだからまた全体チェックしてみたいなことをやるんですけどだからこういうふうにやってるとむやみに物が壊れない壊れずにずっと使えますずっと使えるってことは金銭的に有利じゃないお金使わないでいいんだもんだって普通の人がさ えー、45年で家電製品壊しちゃうものを私は15年とか使っちゃうんでそうすると3倍ですよ3倍だから出ていくお金が3分の1うんこれ,これやってりゃさお金のことで悩まなくていいわけじゃない出ていくお金が3分の1だよだからこういうふうにやってきゃいいのになんか皆さん物を済まずに扱うからなんかお金のことでピー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 言ってるよね エコとかなんとかこう散々言ってるじゃないでエコととかかなんとかって言うんだったらさ例えば車でエコだって言うんだったらエコカーに乗り換えようみたいなこと言ってるけど今まで使った昔の車をエコカーに乗り換えてでその古い車を汗ちゃうってなるとそれでエコカーを1台作るっていうのはねものすごいエネルギーを使います。あの鉄だだ、えー、だの何だのだのものの石油んもすすごいででで使うんですよでそれで燃費が 三割アップしましたとか言ったって全然元取れないですからね。だエコだっていうのはエコカーに乗り換えるんじゃなくて前の車をずっと乗り続けるのが一番エコなんですよ。だこれこれなんですけどね本当のエコはそこにある。だけどそれそれをなんで皆さん言わないのかっていうとそんなことやっちゃうとお金が回らないからだよな。特定特定の人がエコエコって言ってお金を儲けたいから。 これがエコですっていう風に言っちゃうわけじゃん実はあの新しいものを買わないのが一番エコなんですけどね、うん、これ以上にこれに勝るエコはないですよ。あとは電気自動車がエコだみたいなこと言ってるけれど本当にね電気自動車がエコで、えー、それをリアルなエコに持っていこうとするんだったら既存の車を大事に使ってそれをエンジンが壊れたところでモーターとバッテリーに切り替えるのが一番エコじゃないですか それやらないでしょそれやらなないんんだよなんでかっていうとそもそも電気自動車はエコじゃねえし <laughs> それから、うん、新しい商品をそのままパッケージしたものをポーンと売る,売るのが一番楽だからそれをやりたいのに古い車に電気モーターとかバッテリーとかを積んじゃうとそれだとうまみが少ないんでやらない。あとは消費者の方だって 新しい商品を買いたいんだよねエコだエコだっていう言い訳をくっつけてで言い訳ついでにさらに補助金なんかがつくとラッキーとかやってそれでお買い物を楽しんじゃうわけじゃんだから皆さん本当のエコなんてのは嫌いなんだよ本当のエコじゃなくて自分によって心地いいエコ魔界が大好きなんだよな、うん、エコエコって言うんだったら私みたいにやらないんですよこれエコでしょエコエコ 未だに私の写真ほとんどこれですからねスチール写真はこれですからだからこ,こんなことやってりゃさメーカー儲かんないじゃん私これで何,何枚写真撮ったかっていうともう数え切れないよねとんでもない数の写真を撮ってだけどメーカーにお金が入んないんですようん、それはメーカーは嫌がりますって今あのスポークテンションのあの高性能でこう私あれこれやってますけど、えー、そっちに私は興味あるのもね缶組ホイールがいっ すっかり一般化しちゃってその番組ホイールを生かすにはスポークテンションの管理く大切だなと思ってましてでなんでかっていうとね番組ホイールって基本的にスポークの本数少ないからそのスポークの本数少ないのっていうのは許容範囲がすごい狭いんですよスポークテンションのねスポークテンションがここからここまでっていうのがこう狭いわけ。で昔ながらの32本とかだともうちょっとこうざっくり幅がざっくりしてても。 普通に機能してくれるんですけど缶組ホイールっていうのはねスポークテンションがきちっと所定の位置付近にないといあすぐにグズグズになっちゃいますそういうのもあってこう厳密にやろうとでうちはですね、うん、いろんなお客さんがこういろんなメーカーのを持ってきちゃうんで私もなんかいじった時ないのを年ら年中いじってんのねそうすると、えー、適正なスポークテンションに貼ろうとするとうう なんだ本当に合ってんのかみたいなのがいろいろだからこう一生懸命ねあ自分にやってるの合ってんのかなとかこ,こうジタバタやってんですけどでこ,こうやってやってきゃさだから自信持って何か言うにはこう,こういうことを繰り返していくしかないんですよ。こういうのやってみるならこれはできるわけじゃんやろうと思えばできるわけじゃん。で難しいのののはその次のステップなんですよ 何なのかっていうとこういうふうに仕事やってってるっていうのをきちんとお客さんに評価してもらわないといけないのね。でお客さんの方は多くのお客さんは何考えてるのかっていうと、えー、他人の努力にただ乗りすることを えー、よしとしとゃってるわけよだからこんだけちゃんとやりましたをへえじゃあただでよこせよも,もしくは安くよこせよってことになっちゃうんでこうやって技術なり経験なりの積み重ねをきちんと評価してもらってそれ,それそのお金を払ってもらわなきゃいけないこれはね難しいこれが難しい多くの人は金払おうって気ねえからさ <laughs> そうなんですよ <laughs> そういうふうになっちゃってるんでそこをどうやるか。 なんだよね、うん、で、よそのお店がこういう努力するかっていうとほとんどのお店はやらないわけですよ、うん、ももっとパッ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 とあの儲かるようなことをやりたいのよだから今すぐ確実に儲かる以外のことをやりたがんないんでということになってます難しいだろ現実って、うん、現実ってのは難しいんだけどその難しい中であれこれジタバタやってそれで きちんと成果が出るととっても嬉しいんですよ。うん、だからその嬉しいっていうのを知っちゃってるんで、私はこれからも頑張っちゃおうかなと、えー、思ってる次第です。じゃあ今回はこんな感じで、えー、またお盆明けに会いましょう。<music>